おい、おい、なんだこの生き物は。こいつあれだぜ、この土地の主、この土地を滑るもの。いや、記者だよ、知らねえのかよ。この土地の守り神かもしれないだろう。いや、記者だって言ってるじゃんか。列車、わかる？乗り物なの、人を運ぶ。え、列車？じゃあ、カラスが言ってたのがこれか？無限列車か。ここで煉獄さんにいろいろ聞けたらいいんだけど。炭治郎、これからはどうする？煉獄さんと合流しよう。どこで？この辺は匂いがしないから、もう列車に乗り込んでるんだと思う。お前ら、まさかこの主の腹の中に入ろうってのか。だから列車だって言ってんだろう。いいぜ、俺も入ってやるよ。まさか主も俺たちが腹に攻め込んでくるとは思ってねえはずだ。戦いの始まりだぜ。もういい。よし、行こう。よし。すっごいや。ありがとうな。そうか、これが列車だったのか。人力なのか。だったらどこで。おい、こんなでかいやつ相手にするのは初めてだ。さあ行くぞ。お前ら、やつの腹の中で暴れ回るぞ。いや、暴れるなよ。任務前に警官に捕まるわ。や、よし。すげえすげえ、はえ。柱だっけ、その煉獄さん。顔とかちゃんとわかるのか。うん、派手な髪の人だったし、匂いも覚えているから。だいぶ近づいてき、うまい。うん、うまい、うまい、うまい。あの人が縁柱。
うまい、うまい。すみません、煉獄さん。うまい。あ、もうそれはすごくわかりました。うむ、そういうことか。だが知らん、日の神神楽という言葉も初耳だ。君の父がやっていた神楽を戦いに応用できたのは実にめでたいが、この話はこれでおしまいだな。え、ちょっともう少し。俺の継ぐ子になるといい。面倒を見てやろう。待ってください。そしてどこを見てるんですか。炎の呼吸は歴史が古い。炎と水の剣士はどの時代でも必ず柱に入っていた。炎、水、風、岩、雷が基本の呼吸だ。他の呼吸はそれらから枝分かれしてできたもの。霞は風から派生している。溝口少年、君の刀は何色だ。俺はかまどですよ。色は黒です。黒刀か。それはきついな。きついんですかね。黒刀の剣士が柱になったのを見たことがない。さらにどの系統を極めればいいのかもわからないと聞く。俺のところで鍛えてあげよう。もう安心だ。面倒見のいい人だな。結局日の神神楽のことは分からなかった。それに俺の黒刀はやっぱり珍しいのか。鋼塚さんや鱗滝さんもあまり見ないって言ってたもんな。落ち込むことはないぞ。今はまだ柱になったものを見たことがないだけだ。君が初めての例になるかもしれん。日の神神楽についても同じだ。今はわからないだけだ。それにここで悩んでいては任務に支障が出るぞ。いつ鬼が出てくるかわからん以上、よそごとを考えている暇はない。嘘でしょ。鬼出るんですかこの記者。出る。出んのかい。いやー、鬼のところに移動してるんじゃなくここに出るの。いやー、俺降りる。短期間のうちにこの汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが全員消息を絶った。だから柱である俺が来た。はあ、なるほどね。降ります。いやだ、降りる、降りるんだ。こんなとこにいたくない。切符拝見いたします。何ですか。車掌さんが切符を確認して切り込みを入れてくれるんだ。何だろう、嫌な匂いがする。拝見しました。ん、車掌さん、危険だから下がってくれ。下級のこと言え。対等は不問にしていただきたい。その極を隠していたのは血気術か。気配も探りづらかった。しかし罪なき人に牙を向こうものならば、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。炎の敵、一の方、知らない。すげえや兄貴、見事な剣術だぜ。オイラを弟子にしてくだせー。いいとも、立派な剣士にしてやろう。オイラも、オイドンも、みんなまとめて面倒を見てやる。煉獄の兄貴、兄貴。
夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。どんなに強い鬼狩りだって関係ない。人間の原動力は心だ、精神だ。精神の核を破壊すればいいんだよ。そうすれば生きる屍だ。殺すのも簡単。人間の心なんてみんな同じ。ガラス細工みたいに脆くて弱いんだから。さあ、俺の手駒たち行っておいで。そして鬼狩りたちの心を壊してくるんだ。俺は何をしに来た。そうだ、父上へ報告だ。柱になったこと。柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も俺も。兄上、父上は喜んでくれましたか。俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか。昔からああではなかった。鬼殺隊で柱にまでなった父だ。情熱のある人だったのに、ある日突然剣士を辞めた。突然。あんなにも熱心に俺たちを育ててくれていた人が、なぜ。考えても仕方がないことは考えるな。千次郎はもっとかわいそうだろう。物心つく前に病死した母の記憶はほとんどなく、父はあの状態だ。正直に言う、父上は喜んでくれなかった。どうでもいいとのことだ。しかし、そんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。そして千次郎、お前は俺とは違う。お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでもお前は立派な人間になる。燃えるような情熱を胸に頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。あった、壁だわ。風景は続いているけど、これ以上進めない。誰しも夢の外側には無意識の領域がある。無意識の領域には精神の核が存在していて、これを破壊されると持ち主は廃人になる。早くこいつの精神の核を破壊して、私も幸せな夢を見せてもらうんだ。変な無意識領域、熱い、燃えてる。見つけた、精神の核。赤いのは初めて見た。でも精神の核は脆いから簡単に壊せる。ガラス細工のように。
動いたとでも言うの。それで急にお兄ちゃん泣き出すからびっくりしちゃった。変なの。まあ疲れているのかもしれないわね、炭治郎。無理しないで今日は休みなさい。そんな大げさだよ、平気だから。本当に？うん、何か悪い夢でも見てたみたいだ。遊ぼうよ。あれ、禰豆子は？姉ちゃん、山菜取りに行ってるよ。え、昼間なのに？え、ダメなの？あ、いや、あれ？変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる？私は食事の準備をするから。うん、わかった。すぐやる。じゃあ私も。しげるがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。さて。あれ、消えた。何だったんだろう、見間違いか？兄ちゃん、どうしたの？いや、なんでもない。さ、川に水を汲みに行こう。はい。お兄ちゃん。ん？お兄ちゃん、どこ行くの？川はそっちじゃないよ。日が暮れちゃうよ。兄ちゃん。よし。着いた着いた。水を汲んでくれ。
起きろ起きろ。お兄ちゃん、禰豆子の匂いだ。起きろ。攻撃されている。夢だ、これは夢だ。目覚めろ、起きて戦え。そうだ、俺は汽車の中だ。お兄ちゃん、大丈夫？ごめん、行かないと。早く戻らないといけない。ごめんな。お兄ちゃん！俺に夢を見せている鬼が近くにいるなら、早く見つけて切らなければ。早く。お兄ちゃん、どこ行くの？今日は山菜、いっぱい採れたよ。おい、兄ちゃん！こんなとこで何やってんだよ。水汲みに行ったんじゃなかったのか？炭治郎、どうしたの？その格好は？ああ、ここにいたいな。ずっと。振り返って、戻りたいな。本当なら、ずっとこうして暮らせていたはずなんだ。ここで。本当なら、みんな今も元気で、禰豆子も光の中で、青空の下で、本当なら、本当なら。でも、もう俺は失った。戻ることはできない。お兄ちゃん、置いていかないで。一緒にはいられないんだよ。だけど、いつだって兄ちゃんはお前のことを思っているから、みんなのことを思っているから。兄ちゃん、たくさんありがとうと思うよ。たくさんごめんと思うよ。炭治郎、忘れることなんてない。どんな時も心はそばにいる。だからどうか許してくれ。早く精神の核を破壊しなければ。なんという美しさ。どこまでも広い。
そして暖かい。いない、鬼がどこにもいない。匂いはするんだ、かすかに。でもなんだこれは、幕がかかっているようだ。どこからでもかすかに鬼の匂いがする。場所を特定できない。どこだ、どこだ、どこにいる。炭治郎、刃を持て。切るべきものはもうある。切るべきものはもうある。切るべきもの、目覚めるために。わかったと思う。でももし違っていたら、夢の中の出来事が現実にも影響する場合、取り返しが。迷うな。やれ、やるんだ。夢の中の死が現実の目覚めにつながる。つまり切るのは自分の首だ。大丈夫、生きてる。そうだ、これ切符。やっぱりこれもかすかに鬼の匂いがする。切符を切った時に眠らされたんだな。鬼の細工がしてあるんだ。これだけ微量の匂いでこれほどの強い血気術を。あ、煉獄さん、善逸、伊之助。手首を縄でつながれている。誰なんだこの人たちは。なんだろうこの縄。日輪刀で断ち切ると良くない気がする。禰豆子、頼む、縄を燃やしてくれ。うん、ん？夢が途切れた？まさか失敗したのか。まあ所詮彼らは捨て駒。時間さえ稼げていれば別に構わないけど。邪魔しないでよ！なんだ、鬼に操られているのか。あんたたちが来たせいで幸せな夢を見せてもらえないじゃない！何してんのよ！あんたも起きたなら加勢しなさいよ！結核だかなんだか知らないけど、ちゃんと働かないならあの人に言って夢見せてもらえないようにするからね！まだいたのか。俺と繋がっていた人だろうか。結核、病気なんだ。かわいそうに。許せない鬼だ。人の心につけ込んだ。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。でも君の夢の中、心の中は温かかった。俺は戦いに行かなきゃならないから。幸せな夢の中にいたいよね。わかるよ、俺も夢の中にいたかった。
大丈夫ですか？ありがとう。気をつけて。はい。すごい匂いだ。重たい。この風の中、鬼の匂いがここまで。鬼は風上、戦闘車両か。禰豆子、お前はここで待ってろ。みんなを起こせ。おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょ。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。あれ？耳に飾りをつけてるな。運がいいな。早速来たんだ、俺のところに。夢みたいだ。これでもっと無惨様の血をいただける。まだまだ。どうしてだ。いや違う、これはこいつは何度も術にかかっている。お別れの時間だよ。それそれ、さよなら。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 自分だけ生き残って。何のために。かかった瞬間にかかったことを認識し、覚醒のための自決をしているのだ。まともじゃない。どうせ。まずい。さよなら。弱いね。それそれ。あんたが死ねばよかったのに。言うはずがないだろう。そんなこと、俺の家族が。俺の家族を侮辱するな。手応えがほとんどない。もしやこれも夢か。あの方が柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよくわかったよ。存在自体が何かこう、とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。
赤ん坊でもわかるような単純なことさ。それがもう本体ではなくなっていたからだよ。今喋っているこれもそうさ。頭の形をしているだけで頭じゃない。君がすやすやと眠っている間に俺はこの汽車と融合した。この列車のすべてが俺の血であり肉であり骨となった。その顔いいねいいね、分かってきたかな。つまりこの汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するための餌、そして人質。ねえ、守りきれる？君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな。煉獄さん、善逸、伊之助、寝てる場合じゃない、起きてくれ、頼む、禰豆子、寝ている人たちを守るんだ。爆裂覚醒、衝突、ワッシン、伊之助様のおとりじゃ。伊之助、もうこの汽車は安全なところがない。眠ってる人たちを守るんだ。この汽車全体が鬼になってる。聞こえるか、この汽車全体が鬼なんだ。やはり俺の読み通りだったわけだ。俺が親分として申し分なかったというわけだ。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。雷の呼吸、一の方、敵力一戦、六連。禰豆子ちゃんは、俺が守る。守る。切っても切っても全然減らない。どうすれば。あ、なんだ、鬼の攻撃か。かまど少年。煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので、鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ、鬼の首を探せ。首？でも今この鬼は、どのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。五両を一人で。感心してる場合じゃないぞバカ。やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん強力になってる。急げ。伊之助、伊之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか伊之助。これから俺たちは前方の。分かってるな。そして俺は見つけてるからな。すでにな、全力の七の方でこの主の急所。そうか、やっぱり前方だな。そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。分かった、よし行こう。衝突のアッシュ。怪しいぜ、怪しいぜ、この辺り特に。
そが近づけさせないつもりだ。させないよ。行かせない。首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ。深い深い眠りにね。邪魔くせえ肉どもがぶった切ってやる。人の分際でよくも俺の首を見つけたね。けれどお前たちはここに傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、伊之助。当たり前だ。目を頼んだろ。弱いね。次から親分と呼べよ。悪夢がみなぎってきた。次から親分と呼べよ。いや、死ぬか。それそれ。この程度足はまだ動く。骨を狙いたくても肉で邪魔をしない。肉を切っていけばほんの少しだけ隙ができる。そこを狙うんだ。首のある場所はもう分かっ。もっともっと絶望しておくれよ。そんなこと分かってたね。お前が言う前から。そうか、さすがだ。肉に注意を払いながら眠らされないようにもしなければならない。立ち回りが難しい。手ならできる。伊之助もいるんだから。雑魚がさっさと伊之助様に切られやがる。うるさいな。さっさと眠ってくれないかな。まだまだ俺に勝てるわけないだろ。死んでおくれ。哀れ、俺と変われ。俺に勝てるわけないだろ。いや、次から親分と呼べよ。俺に勝てるわけないだろ。哀れ、俺と変われ。加減しつこい。しつこいよ。お前たちにはうんざりだ。絶滅の禰豆子も煉獄さんも必死に戦ってくれている。俺たちが首を切ることを信じて戦ってくれている。待っていてくれ。必ず首を切る。次から親分と呼べよ。見せてあれを。俺ならできる。哀れ、俺と変わらず。消えた。次から親分と呼べよ。俺に勝てるわけないだろ。次から親分と呼べよ。早く首を。伊之助、この真下が鬼の首だ。けがもの呼吸、火の牙、切れ込まなきゃ。父さん、守ってくれ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽、テキラの天。やめろ、お手製。